もう完璧で、あと貼るだけ。これ配信が終わって貼り替えて、あの画像作るの忘れてた。あ、でも画像はすぐできるか、忘れてた。やるんだそれそれやってなかった。画像も作ったって言おうとしたけど作ってないんだった、まだ忘れてた今思い出した。はい、配信終わって作ろう。時間も変えた。明日は4枠てるよね。時間明日30でしょ。1時間1時間うん OK 合ってる。時間ももう書いたし、あとは画像を作ってちょっと練習してお風呂に入って寝るだけ意外とやることある明日朝はね6時35分からです。ちょっと早い、いつもよりだいぶ早いけど、明日のスケジュール。では6時35分から。変わる前には寝れそう。いや絶対無理、それは無理、それは無理だってお風呂入ってないもんまだ。この春間にやることもいっぱいあるし、それは無理。早めには寝るけど、50分って言ってなかった。何が50分？え、何の始める時間6時50分。いや6時35分になった。結局さっきの話ね。次変わって早い、いや早いとは言ってないよ。できるだけ早めに寝るとしか言ってない早めに、ね、早寝とは言ってないよ。日付が変わる前に寝ることは絶対に無理だって。やんないといけないことがたくさんある。それを全部やらないんだったら寝れるけど、そういうわけにはいかないから。中にゲーム、いやゲームはしないよ。ゲーム最近してない、全くスイッチ開いてすらない。エピやってないね最近、全くゼロプレイ時間やってない。イベント始まってから知ってる時、あのいつぐらいなんかランク上げるみたいな言ってた日から、次1日2日やってそっからやってないかも。やってない全然。やってないからランク上がってないわ開いてすらないから。やって上げたいけどちょっと時間がない。そうだね、いろいろ終わったら楽あげたいけど、シルバーに。
の日もあるから落ち着く前にシーズン開始。8月10日までだよねシーズン。いやまあいけるでしょ、エトの日あったら、あったら終わる前よ、終わる前、そういうイベントが、あショールームイベントが終わったら、まあ、できる時間もありそう。ショールームイベントが終わったらできる時間ありそう、その時にかな、するかは分かんないけど。フールランドの作戦？何それ？また最終日にたらやけのステーションを着るの？誰だろうね？私も、わかんない、本当にわかんない本当に誰が出るかもわかんない。誰だろうね、自分が出るかも分かんない、可能性はあるけど。本当に知らないこと向けてるのか、本当に知らないよ本当に知らない、本当に誰が出るのか知らない、自分が出るのか知らない。それだけ僕は分かるかな。何が日焼けしたこと、日焼けしたことあるけど、でも日焼けさしても赤くなるタイプ。赤くなるタイプ。赤くなってみたいな、皮膚がこう赤くなるタイプ、赤くなる人とさ赤くならない人いるじゃん、赤くなる方だから、そんなになんだろう、なんか焼けない方ではあるかも、赤くなるから焼けるけどみたいな、いけるけど、でもさ赤くならない人の方がさ、あの日焼けして赤くならない人の方がさこう吸収しやすいじゃん。そう、でも黒くなりやすいじゃん。私は赤くなる方であるけど、まあ焼けるよね中学生の時とか靴下焼けしてた、靴下日焼け止め塗ってもさ焼けちゃうんだよね、どうしても焼けないことは無理だから何使ってる、日焼け止め私何使ってるかな、分かんない、でもなんかずっと同じやつ使ってるけど、明日は誰とも一緒、明日は誰とも一緒にしない予定だけど一人でする予定ですね。いやルーズソックスでも焼けるよ、ルーズソックスだと変なとこ焼けそうじゃない、なんかあの膝のちょっと下ぐらい焼けそう焼けるよ全部覆わない限り、ちょっとダサめにつけない限り、
脚ムヒの、あ、ムヒね、あ、なんかいつも置いてる場所の横になんかね、ちょっと棚みたいなのがあって、その置いてる場所よりちょっと低めの棚みたいなのがあって、そこの棚のとこに落ちてて、で、その上に、ムヒの上になんかね、そのなんか布みたいなのがさ、かぶさってて見つけられなかった。それをなんかね、なんとなく撮ってみたらそこにムヒがあった。びっくりした。隠れてた？昔だったら使ったことある買い物だ。え、わかんない、初めて聞いた。夏は無比必須。確かに夏はね、無比必須いるね、絶対に。蚊に刺された時も火ないとちょっと嫌だもん。蚊取り線香、蚊取り線香しない？なんかスプレーする、なんかあるじゃん、スプレーしたらいなくなるやつ。かがそれする。次の企画考えてるとね。あ、そう、カヌレを食べてないから食べたいんだけど、配信で。でもちょっと明日はできそうにないから、またいつか時間に余裕があるときに。明後日もちょっと無理そうだな、なんだかんだで忙しそうだから。配信の時も朝絶対バタバタしてるし、そうだから、またもうちょい先かな。今から食べ、今凍ってる今。めっちゃ凍ってるんだけど、冷凍庫に入ってる。食べれない。冷凍、そう、冷凍のカヌレ、あの、なんていう、前のさ、ショールームのイベントの時、イベント、何ポイント達成したらみたいなやつ、イベントのやつでいただいたやつだから、冷凍郵送で来るから、冷凍のやつ。ほとんど達成、いや、言うほど私そんな達成してないよ、言うほど。毎回はしてない。そのなんていうの、どんぐらいの、続けて達成してる時もあるけど、達成してないやつもあるし、この間のやつも達成してないし、だからその時によって結構バラバラかも。嬉しいけどね。ありがとうね、いつもみんな達成してさせてくれて。いや、カヌレ食べるの楽しみ。今冷凍庫にあるけど、初かな、初カヌレ、いや、カヌレ初めてじゃないよ、全然食べたことある、作ったこともある。全然初めてじゃない。作るのもそう、カヌレ作るのはね2日かかる、1
1日目に生地作ってで寝かせて、1日寝かせないといけない。だからその日に作れないんだよね。作って次の日に焼くって感じになる。そうなんだよね、2日かかる。だからそうしないとあの生地がね、あのもちもちならないんだよね。なんか生地かなりもちもちしてるじゃん。外側はカリッてなってて中もちもちみたいになっちゃう。あ、ならないんだよね、もちもちに。そのカヌレ独特なのもちもちだけなんない。寝かせないと1日。うん、そう、最近作ってないけど。グランツさん、めっちゃかわいいタワーありがとうございます。ありがとう。どこにやろうかな。どこにやろう、ちょっと待って、どこに貼ろうかな。ここら辺上に貼るか。横だとあんま見えない。貼れるけど、とりあえず上でいっか。上も貼れなくなったら横で。ここ貼れるよね。吹き出しで上に伸ばす。グランツさん、めっちゃ可愛いタワーありがとうございます。ありがとう。めっちゃ可愛い。ピントが合ってるかな、見えてるかな。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ありがとう。見える、見えるね、ギリ。いい感じに晴れた。ありがとうございます。いい感じにくっついてるわ今日。あと10分。あ、本当だ。うん、あと10分。ありがとうございます。ぷよぷよに見えてた。ぷよぷよ全然連鎖が起きない。ぷよぷよなんかどうにかしたら起こせそうだけど、でも起きないやつ。絶対起きない。
色ランダムだけど、なんとなくここの縦の熱こうバラバラになるようにと思ってるけど、そんなバラバラになってないね。あんま重ならないようにはしてるけど、なんか重なっちゃったりしてるんだよな。ミスですねこれは。これとこれがさ、この2つがさ同じ色だったらさ、これこれとかこれがオレンジとしてカウントするんだったらさ、おプープーならここスライドしてこう消してさ、ここ2連鎖。でも起きないよ。もうぷよぷよ最近やってないや、全然スイッチ開いてもエペしかやってない。イベント終わっ、いやイベント終わったら剥がしちゃうかな。じゃないとなんかイベントの時だけかな、やってるのは。イベント以外でもイベント終わってもタワーとかだったりは書いたりするけど、紙にこう貼るのはイベントの時だけかな。秋章なのもあるけど、ぷよぷよやってないの今。秋章なのもあるけど、なんかあれなんだよね、ぷよぷよってさずっと同じことを繰り返してやっててさ、でずっとコンピューターと戦ってるんでね、だから飽きちゃう。飽きちゃう。ホワイトボード、え、ホワイトボードじゃなくて普通の紙、戻んないホワイトボードに。ホワイトボード、そう消しちゃうし、なんかあんまり良くないかなと。その状態かと手なし、この状態から、いや適当すぎて多分無理だよこれじゃあ、多分厳しいんじゃない。プープーはなんか適当に置いてるように見えて、あれなんかバラバラで適当に置いてるように見えて、めっちゃ目差するように置いてるから、これは適当だから。任天堂オンラインに入らないから。でも任天堂オンラインに、なんだろうな、そこまで入りたいと思わないんだよな。なんだろう、そのぷよぷよそんなに普段さめっちゃするんだったらいいけどさ、あまだね多分入んないけど、めっちゃしててもそこまで課金したくないんだよね、ゲームのやつに。それがあるのと、ほぼやってないから。言っても多分すぐ飽きちゃうから、同じことをずっと繰り返してるゲームだから、ぷよぷよは何時間も続けられない。エフェはいけるけど、ゲームに課金したくないんだよね、あんまり。なんかそういうゲーム、そうゲーム機のゲームね。ラインスタンプとかそういうのは買ったりするけど、
そういうの買ったりするけど、なんだろう、そうさ、エペとかもさ、課金してこうガチャ回したりとかあるけど、ゲーム内、そう、ゲーム内でその貯めることもできるからさ、お金それで貯めてやってるそこまで欲しいと思うものがないんだよね。そうそう、あのなんかスキンみたいなやつとか。57、あ、本当だ、ありがとう。ランキングを見ましょう。13位からランキング見ます。13位、まるさん、ありがとうございます。12位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。11位ラスカールさん、ありがとうございます。11位 W1 や、あ、11位、え、ん、ん、11位、違う、え、待って、私なんか最後飛ばしたか、11位を読んでないのか。11位ラスカールさん、ありがとうございます。読んだかな、覚えてない、まあいいや。10位 W1 やとマーク影の守護神さん、ありがとうございます。9位バトニーさん、ありがとうございます。8位牛丸アットマーク今日からさん、ありがとうございます。7位ナオトさん、ありがとうございます。6位お豆さん、ありがとうございます。5位としのりさん、ありがとうございます。4位とわさん、ありがとうございます。3位香港のアルマ、アットマーク京川さん、ありがとうございます。2位シーン、アットマーク、おじさんなのでそろそろ体力の限界さん、ありがとうございます で1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。明日は6時35分からです。明日は朝の配信、少し早いです、いつもより20分早い。だから捨て星が5時55分、あ、違う、じゃあ5時50分だ。合ってるね、5時50分。早くなっちゃうんですけど、まあまあできたらしてくれたら嬉しいです。してほしい、して押し投げてくれたら、もう無理だったら別にできるだけ押し投げてくれて感動してくれたら嬉しいそんな早く、そのね、この時間じゃないとね、明日3時間できそうにないんだよね。できるだけ3時間したいから。明日はめちゃくちゃ早い、頑張ろう、早起きあ、そろそろ切れるかもしれないな。じゃあ明日は6時35分からです。またぜひ明日も見に来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。